ザ・フォーチュンズは、イギリス、バーミンガム出身のコーラスバンド。ロッド・アレン、グレンデール、バリー・プリチャードが織りなすコーラスと、叙情的なオーケストレーションが特徴。1965年に、ゴッド・ユア・トラブルが、イギリス国内で、大ヒットを出した。前身は、ロッド・アレン、グレンデール、バリー・プリチャードの3人で結成された、ザ・クリフトーンズというコーラスグループ。 デッカレコードと契約を結び、すでに、サマータイムサマータイムというシングルでデビューを果たすも、ヒットには至らなかった。3人は、オルガンにデーブカー、ドラムスにアンディ・ブラウンを迎え、またバンド名をザ・フォーチューンズと改め、デッカレコードにて、キャロラインで再デビューを果たす。ヒットには結びつかなかったが、キャッチーなサウンドが、特徴のこの曲は、ラジオキャロラインのテーマ音楽に使われ、 フォーチューンズの名前も徐々に知られ始める。その後の2枚のシングルもヒットには至らなかった。1965年、ゴッドユアトラブルが国内チャートの2位を記録する。イギリス国内だけにとどまらず、世界各国のヒットとなった。カナダでは1位、アメリカでは10位を記録し、フォーチューンズの代表曲となった。続くシングル、ヒアイトカムズ・アゲインも4位。 ディスゴールデン・リングも14位とヒットしたが、ゴッドユア・トラブルを超えるヒットには至らなかった。この時期に、デールがソロ歌手としてバンドを抜け、シェル・マクレイがリズムギターになる。1967年、デッカレコードを辞め、ユナイテッド・アーティス・レコードに移籍。シングルをいくつか発表するも、ヒットには結びつかない。この時に、カーが抜け、新たなオルガニストが加入。カーは、 その後、ザベンチャーズのキーボーディストとして活動する。1971年、雨のフィーリングがアメリカで15位を記録する。その後の、フリーダムフリーダム、ストームインアティーカップも国内でヒットする。フォーチューンズ結成当初のメンバーが次々と辞めていく中、アレンとプリチャードが中心メンバーとなり、活動を続けていたが、1999年にプリチャードが そして結成当初からフォーチュンズにいたアレンも2008年にそれぞれ亡くなる。途中で抜けたカーも2011年に死去。結成当初からのメンバーがいないフォーチュンズは現在もツアーやライブを行っている。ありがとうございます。